いくら物理攻撃が効かないブヨンでも、きっとカメハメハなら。なんだと。見事に跳ね返されたな。皆さんこんにちは、こんばんは。レトロゲームゆっくり実況、始まるよ。本日のレトロゲームはスーパー悟空伝の続きをプレイしていきます。前回は亀川流の修行でパワーアップして、天下一武道会に出場したんだったな。かなりいい線まで行ったんだけど、決勝でジャッキーチュンに負けてしまったのよね。相手の正体は天下の無天老師だからな。まだまだ叶わなかったな。悟空としては天下一武道会優勝という強くなる目標ができたから、今後の成長につながるといいよね。天下一武道会編が終わったので、物語は2回目のドラゴンボール探しになっていくようだな。そう、いよいよレッドリボン軍編に突入というわけです。レッドリボン軍というと世界最悪の軍隊と言われている極悪組織だな。悪名高きレッドリボン軍のメンバーはかなり層が厚いわ。ターミネーターのメタリック軍曹、色物忍者の紫総長、オカマのブルー将軍など、そうそうたる顔ぶれよ。大丈夫なのその組織、もうすでに心配になってきてますが。いろいろと楽しいメンツが揃っているレッドリボン軍なので、今後の登場にワクワクが止まらないわ。さて、ちょうどレッドリボン軍が捜索中のドラゴンボールを見つけたようなので、ボールをよこせと難癖をつけられたようだな。手頃な相手が欲しかったのでちょうどいいわ。ほうほう。そろそろコメントで多かったじゃんけんチョキの強さを確認しておきたくてね。おお、一撃でピヨリ出したな。どうやらスーパー悟空伝では相手を確定でピヨラス攻撃があって、それを起点にして攻撃を繋いでいくみたいね。単発の攻撃だとどうしても乱打戦になるからな。教えてもらった中では、じゃんけんチョキと連続攻撃系、気候波系がピヨリ確定みたいね。これで強敵との戦いも少しは楽になるのか。ナムさんやジャッキーチュンとの戦いはギリギリだったからね。さてドラゴンボールを手に入れて移動しようとした悟空を、シルバー大佐のロケットランチャーが襲います。このまったくノーヒントな2択はやめて。時々出てくるよな。この原作を知っていてもよくわからない2択。一応原作通りにキントーンに直撃したみたいね。どうやらシルバー大佐と戦うようだな。レッドリボン軍は階級制になっており、大佐は一部隊を率いるかなりの強者よ。裸にスカーフの男が出てきた。これがレッドリボン軍。シルバー大佐は独特なファッションセンスをしていて、裸にスカーフを巻いて、コートを羽織るという先鋭的なセンスの持ち主よ。それで大丈夫なのか、最悪の軍隊。ボクシングっぽい構えをしていたから、実はボクサー設定でもあるんじゃないかと思ったんだけど、さっきから蹴り技を普通に使っているわね。シルバー大佐。まあ、悟空に瞬殺されたみたいだし、そこまでキャラ設定を詰めていなかったんじゃないか。悟空は天下一武道会を経て、また成長したようで、シルバー大佐程度では相手にならないみたいね。戦闘力の数値は原作とは関係がないみたいだな。550もあればピッコロを瞬殺できるからね。そこはゲーム独自の数値みたいね。襲ってきたシルバー大佐は撃退したものの、キントーンはミサイルにより消し飛ばされたんだったな。代わりの乗り物はないかと、レッドリボン軍のホイポイカプセルを漁っているようね。次の舞台は雪国。道着姿の悟空にはちょっと辛い環境ね。レッドリボン軍編は舞台があちこち変わる印象だよな。この頃はドラゴンボールを探しに世界を巡って、冒険をしている感じが特にするよね。世界中を旅することでの悟空の成長が描かれているわけか。飛行機が墜落して凍死寸前のところを、村の女の子によって助けられました。この子は魔人ブー編でもちょっと登場したよな。女の子の名前はスノちゃん。この時の悟空との出会いをずっと忘れなかったのね。どうやらこの村の近くにもドラゴンボールがあるみたいね。村の大人はレッドリボン軍によってボールの捜索を強制させられているようだな。村長が奴らに捕まっているから、仕方なく手伝うしかないみたいよ。助けてもらったお礼に村長救出のためにマッスルタワーに向かいましょう。そうだな、村長救出のために、マッスルタワーってどんなネーミングセンス？修行で強くなった悟空でも、自然の脅威には勝てないので、素直にコートをもらいに戻ってきました。寒ささえなんとかなれば安心だな。いくら最悪の軍隊、レッドリボン軍でも所詮常人の集まり、亀川流の厳しい修行でパワーアップした悟空の前では、その辺のモブ兵士たちでは相手にもならないわ。あれが敵の指揮官のホワイト将軍か。マッスルタワーは濃いキャラが集まっていたからね。そのせいかトップのホワイト将軍の印象は薄いわね。人質を取ったり騙し討ちをしたりと、
ちょっと小物感が強かったよな。出たわね、メタリック軍曹。ウェルカム。メタリック軍曹は強敵で、悟空の本気の攻撃やカメハメハでも倒せない耐久力に加え、口からミサイルぶっ放し、腕はロケットパンチで飛んでいき、さらにはなんと乾電池で動いています。そこは乾電池を採用しなくても。さすがはドクターゲロ擁するレッドリボン軍の科学力、汎用規格の利便性を重視しているのね。そうなのか。ゆくゆくは一家に一台メタリック軍装も夢ではないわ。戦闘の方はどんな感じなんだ？そうね、攻撃力はそこそこあるみたいだけど、近づいてくるスピードは遅いので、じゃんけんチョキでピヨらせてからの必殺技で危なげなく戦えているわね。原作ではびくともしなかったメタリック軍装がピヨるのか。そこは原作の耐久力再現でスーパーアーマー状態でもよかったんだけどね。あっさりと勝負がついたみたいだな。きっと古い乾電池を使っていたんでしょう。さてメタリック軍装を撃破したので、マッスルタワーの4階に進みます。マッスルタワーは全6階構成だから半分は攻略か。まだまだ固有敵がいるからね、油断はできないわよ。この階は森に日本家屋と屋外のようになっているな。このステージは、ついに奴が来るのね。出ました紫総長。こいつがさっき話に出ていた忍者の紫総長か。そうそう、レッドリボン軍切っての面白忍者よ。面白忍者。紫総長とのじゃれ合い、元い戦いは数話にわたって描かれていて、忍者らしい多彩な技とコミカルさは、かなりの読者の記憶に残ったんじゃないかしら。さあ紫総長との戦いだな。奴は隠れ蓑の術に水遁の術、アメンボの術に畳返しと、原作での技のレパートリーはかなりのものだったわ。ひょっとしたらナルトよりも多いんじゃないか。どうやら通常の戦いでは悟空の優勢のようだな。紫総長の実力もかなりのものなんだけどね。騙し討ちか、なんて姑息な。ブーメラン手裏剣が痛すぎる。戦闘イベントで体力の半分を持っていかれるのはエグいよな。体力に余裕があって助かったわ。レッドリボン軍編に入って戦闘が安定してきたな。ピヨらせる攻撃さえわかれば、大概の敵はどうにかなりそうね。じゃんけんチョキだけでなく、連続攻撃やカメハメハなんかも有効なんだったよな。ジャッキーチュンのように、露骨に足が速い敵の場合は、カウンター技を駆使する必要がありそうだけど、悟空の方が素早いとピヨらせコンボで一方的に殴れるわね。さよなら紫総長、いつもちゃん分身は使ってほしかったわ。戦闘が1対1だからな、実装はちょっと難しかったか。さあ、人造人間8号のハッちゃんの登場です。モチーフはきっとフランケンシュタインだな。人造人間というとセル編に登場する、あの人造人間か。そうそうこの頃はまだ8号なんだけど、ずっと研究を重ねていてセル編で再登場するのよね。しかも2022年公開の新作映画でも、新たなレッドリボン軍の人造人間が登場するらしいのよ。もう異次元の強さになった悟空たち相手に挑むのか。レッドリボン軍の科学力はすさまじいな。さて、新たな敵かと思われた人造人間8号ことハッちゃんですが、優しい心の持ち主のようなので、村長救出を手伝ってくれることになりました。雰囲気的には16号に似ているな。この頃からドクターゲロの人造人間は言うことを聞かないのか。アニメ版ではフラッペ博士という人が作ったらしいんだけど、全く記憶に残っていなかったわね。ハッちゃんの案内でホワイト将軍の元までたどり着きましたが、ホワイト将軍はトラップカード落とし穴を発動してきたわね。まだ武空術が使えないこの頃には有効なトラップだな。さあ出てきたわね怪物ブヨン。レッドリボン軍はこんな怪物まで生み出しているのか。ホワイト将軍の優しい解説により、どうやらブヨンには攻撃が通じないみたいね。ということはと人参化のような特殊な戦闘か。まずは何の攻撃が効かないのか確かめる必要がありそうね。こいつ、移動速度もダメージも今までの敵とは比べ物にならないぞ。
じゃんけんチョキや急降下アタックでは全くダメージがないみたいね。他に試すとしたら気候波形かしら。しかし V4 の攻撃ダメージは大きいな。そろそろ攻略法を見つけないと、あまり猶予はないぞ。どうやらカメハメハで初めてダメージが通ったみたいね。気候波形なら通じるということか？いくら物理攻撃が効かない V4 でも、きっとカメハメハなら、なんだと、見事に跳ね返されたな。さっきは聞いたのにどういうことなの？大丈夫か？もう HP は半分を切っているぞ。ふふ、原作を読んでいる私は、V4 の攻略法を知っているわ。あいつは寒さで凍らせれば倒せるはずよ。さあ壁を壊すのよ。どうやって？どうやったら壊せるんでしょうか？おい、このままでは冗談抜きにまずいぞ。まあ、やられましたこのまま破れてしまうのか。さっきまでの戦闘はあんなに余裕があったのにな。まさかこんなところでやられてしまうとは。こんなところに規格外の怪物を置いておくなんて、バランス調整はどうなってるの？はい、あれからやられることさらに2回、奴のデータはかなり揃ったわ。ほうほう、あの鉄壁の防御を崩す算段はついたということか。ダメージの与え方がわからないことがわかったわ。真面目に聞いたのがバカでした。まあ、全く無策というわけではないのよ。最初のカメハメハが当たったシーンを見返してたら、コメントにあった必勝法ならダメージが通りそうなの。必勝法？そう、このゲームには必勝法があるの。相手の攻撃の瞬間に、こちらの攻撃アクションを発動することによって、相手はカウンター技を設定できずに、無防備な状態で攻撃を受けるわ。そんな攻略法があるのか。敵が攻撃する前の意識のトリガーを捉えるのよ。それはバキのネタ？V4 の跳ね返しはこの方法でどうにか対処できそうね。ただこれが正規の攻略法なのかはわからなかったわ。確かにこの戦闘システムへの深い理解が必要だからな。この段階の敵にそれが必要なのはちょっと酷だな。ただ試した攻撃はことごとく跳ね返されたから、あとはカウンター技を決めるくらいしかないのよね。攻撃のバリエーションもあるからな。そっちも難易度は高そうだよな。イベントが発動したということは、無事に突破できたみたいね。こいつにかなり足止めされたからな。まさかこんなところにジャッキーチュン以上の強敵がいるとは思わなかったわ。今のところレッドリボン軍最強の敵だったな。寒さで凍結させれば、ブヨブヨボディに跳ね返されないかもとひらめいたようだな。悔しい、この流れは知っていたのに。凍結させるのにはイベントが必要だったようだな。あの強敵V4も、攻撃無効化の特性がなくなったら瞬殺ね。これでマッスルタワーの主だった敵は倒せたというわけか。いやいや、まだマッスルタワーのボスのホワイト将軍がいるのよ。あのおっさん、戦えるのか。悪の精鋭組織、レッドリボン軍で将軍まで登り詰めた男だからね。きっとそれなりの実力の持ち主なんだわ。確かに同格のブルー将軍は強かったからな。意外と油断ならない。さあホワイト将軍戦が始まりました。ホワイト将軍はどんな攻撃をしてくるんだ？そうね、原作に合わせてくるなら相手の油断を誘うよそ見やハエが止まったかと思うパンチなんて技があるかもね。それはもう技ではない。そのくらいの戦いしかしていません。なるほどな。それでゲームではとりあえず銃撃をしているわけか。実際銃撃はどのカウンター技を使えばいいかわからないので厄介なんだけどね。CPU はカウンター技をかなり当ててくる印象だよな。そうね、対応する技を使用したらほぼカウンターを合わせられるよね。相手の使用するカウンター技を見定めて、対応できない技で攻めるのがセオリーなのかもな。V4戦で使ったカウンター封じなら無条件で当てられるので、戦闘で困ったら使っていこうと思うわ。いつ V4 のようなバランスブレイカーが現れるかわからないからな。ブルー将軍やタオパイパイは原作でも苦戦したので、ちょっと用心しておかないとね。ホワイト将軍は危なげなく倒せたな。こいつは原作通りの強さで安心したわ。悟空の強さにまともに戦ったら叶わないと見たのか、おとなしく尊重を解放するようで、
しないようです。手にはパワードガンを持っているからな。迂闊に動くと村長が危ないぞ。人質を取った挙句、無防備な悟空にパワードガンをぶっ放したわね。もはや通常の銃撃ではびくともしない悟空が行動不能になったからな。かなりの威力だなパワードガン。助けに入ったハッちゃんのパンチにより、ホワイト将軍は空の彼方へ飛んでいったみたいね。さすがは人造人間といったところか。この時点でも戦闘能力は高そうだよな。ドクターゲロの科学力はすさまじいわね。ここから何度もバージョンアップを重ねると、17号や18号、そしてセルに繋がっていくのか。さて、無事村長を救出した上、マッスルタワーのレッドリボン軍を殲滅することができました。ハッちゃんは村長に気に入られたようなので、村のみんなと暮らしていくみたいだな。次回はいよいよ海賊のアジト編ね。ということはブルー将軍とのドラゴンボール争奪戦だな。ドラゴンボールの中でも特に冒険色が強い話よね。ではでは今回はこのあたりで、本日はお付き合いいただきありがとうございます。またレトロゲームでお会いしましょう。またなぁ。チャンネル登録、評価、コメントをいただけると嬉しいです。よろしくな。